黒猫ゲームズ見てね。せーの、こんにちは。黒猫ゲームズ。せーの、こんにちは。黒猫チャンネルへようこそ。アマゾナイトです。チョッピーです。はい、今回はね、毎年恒例のせーのクワガタプラリウム、せーのクワガタテラリウム、イエーイを作っていきたいと思います。材料を紹介します。まずはこの60センチ水槽です。はい、次はですね、2番目、まあ3番目も紹介するんですけど、はい、このね、そうですね、電気と、あれにつける電気と、このガラスの蓋です。はい、4番目かな、4番目のやつは、まずこれ、ね、木ですね。ちょっとなんかエビフライトみたいなのがいるんですけども、いるかな、まあ、こんな感じの、これはね、もらってきました、ね、ちょっと近くの人に。はい、それと、これと穴を開けてるやつ、ドリルで穴を開けましたね。で、次、これはですね、木の皮です。これは取ってきたものじゃなくて、ホームセンターとかで買いました。発泡スチロール取れちゃった。はい、こっちはですね、ダニ除けの針葉樹マットです。こっちはね、ウッドチップね。ウッドチップね。はい、これはですね、ガラスを止めるプラスチックです。こんな感じで、ね、こんなんですね。こうパコってはめる、パコってはめるやつね。こうやって、それは違うね。はい、今からですね、このダニ除けの針葉樹チップを入れた後、このウッドチップを入れたいと思うので、まずこの一緒に入れちゃダメだよ、まずダニ除けのこの針葉樹マットを、入れて鳴らしていきます。まず真ん中にもドボーと入れましょう。この砂というか木ぼこりがすげえ。木ぼこり、え、ちょっと考えてた。ちょっとこの時目に入ったらちょっとやばいことになっちゃうんで、僕鉛筆の芯、3回ぐらい吸います。それ痛いね。痛かった。入れていいよね。うん、じゃあ真ん中にもドバーって入れちゃって。最初、あ、手伝う、せーの、木ぼこりすげえ。それじゃあこれも取りに気をつけて、こんな風にね、ちょっとあんまり一緒に混ざらないように、できるだけこう平らにしていきます。こういうところもね、ちょっと出っ張ってるところで埋めて、あ、エビフライがおる。これエビフライ。出てこい。これね、いわゆるエビフライ。ヘイヤッサー。じゃあ今からこの重い木を入れていきます。じゃあまずね、この一番でっかい木を中心として入れていきたいので、ここら辺。まあ中心じゃないんだけど、一応この片道。の方にちょっと置こうかな。こんな感じでいいよね。うん、いいと思う。いいよね。じゃあもうこれちょっと端をちょっと置いておきたいんで、これはこれでこう決めようかなと思ってます。あとのこれで多分配置もこれも変わると思うんだけどね。ぐらいでいいかな。じゃあ次、これだね。これはもうここへ引っ掛けようかな。こう、どう？いい、うん、いいんじゃないかな。で、これもちょっと下げて、ここで支えにするって感じで、どうでしょうか、はい、うん、いいんじゃないかな。これ回そうか、ちょっとこっちの方餌食ってるところにいられそう、うん、よし、こんな感じでどうかな。いいと思う。撮ってるよ。じゃあね、今からこのカメンマンになって、これ、ね、木の皮を入れていきたいと思います。
これはあくまでも転倒防止なので、できるだけ広くて転びやすい部分に置いていきたいと思います。うん、まあ、こういうところとかこういう隙間とかね、こういうところとか、まあ、これはもうなんていうのランダムに置いていきたいと思います。ひっくり返ったクワガタが起きれるようにね、まあ、こういうところに置いたり、この裏側に置いたりとか、目立たないところでも転ぶと思うんで、こう間の幅も考えて大きいのかを設置したいな。これ折ってもいいよね。うん、こんな感じでいいかな、このぐらいで。はい、次はですね、ガラスをね、これね、これあの、これさっきの説明したやつを載せるためにね、このかけるやつをちょっと言っていきたいと思います。チョッピーの方が4つで、マグナイトの方が3つです。できるだけですね、クワガタを逃がすことがあまり許されないので、こうね、間を取って配置していきます。チョッピーで、これこう、で、もう一つは、あとはもうこの等間隔に、この隙間から逃げてしまうんですよ、上に乗せると。だからできるだけ逃げないようにと思って、こうやってやります。バランスもね、よくしとかないとダメなんですね。こんなんでいいかな、父さん。うん、お、はい、はい、ですね、最後にこのライトを乗っけることで、蓋がして完成となります。乗っかれるかな。乗っけることができない。あれ、変えたかな。よし、できた。できたかな。できたね。よし、せーの、完成。イエーイ。やったやった。まだライトはつかないよ。撮れてる？うん、綺麗だね。こんな感じ。とりあえずまずは平田クワガタ入れようね。平田くん、はい、平田、かっこいいね。やばいっすわ。どこ行く？飯食わせて。この辺か。じゃあ平田くん、この辺でね、いいんじゃない。はい、次はノコギリクワガタも投入します。ノコギリはね、早いからすぐに落ちてた。はい、どっか行きましたね。せーの、お疲れ様でした。はい、ですね、クワガタもここでね、大事に大事に買っていこうと思います。まあね、作成作り何分、何、1時間、それは40分とかそんぐらいかかったんだね。うん、作るのそうだね。うん、まあね、今回はこれを買っていこうと思うので、これからもね、虫実況動画よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。